通常時間に始まると思ってなかったです。今日は日曜日なので通常時間に始めれちゃうっていう。神サラサラすぎんって嬉しい、ありがとうございます。す初見です。初見マークついてないのに嘘こんにちは。投票機能にしとこうか。そう、ギフトはちょっと何ですっけ、あっちイベントの方に。どうやって投票機能にするんですか。あ、これか。え、ちょっと合ってたら言ってくださいね。え、これにしたらさ、あれってこと？ギフトならへんってこと？どうなんですか？ちょっと一回合ってます。お、OK？ OK、OK。じゃあこれでずっとしておきます。1か2か投げてください。おうおうおう。どうせならなんか投票の項目作りたかったな。まあいいや。ボールしか投げる。なるほどね。なるほど。そう、とりあえず今日はギフトはルカユキのターガレイたちがやっているイベントの方にポンポンってしてください。何の投票する。え、投票もっと投げたいよ。あ、なんか投票の機能使っあれしたいな。1は何にして2は何にする。じゃあ一回ちょっと終了して項目を作りたい。ちょっとその間に何もしないでください。ちょっと一瞬、はい、一瞬一瞬、ちょっと待って、ちょっと待って。はい、1はどうやってやるの。1、え、どうやってやるの。あ、なるほどね、そういうことか。じゃあいっぱい使っちゃうからね。ああ、なるほど、こっちが決めなあかんねや。1は何々でみたいな。ああ、なるほど。でも一回25までしてみました。1はおうおお、皆さんが好きな数字は2兵のことが1好き、2めっちゃ好きとかはどうでしょうか。やばい、25までしちゃったよ。普通に番号バグってる。わわわわわ、すげえすげえ、めっちゃ番号来た。2択以上できる、そういうことね。なるほど、25も、え、25ない？あ、25あるやん。はあ、ひえちゃん今日も一番可愛いよ。選択肢多すぎやろ。だってなるほど、25番目に好きとか。25投げられた時ちょっと嫌やな、それ。ちょっと紙取ります。ちょっと待ってください。はい、OK です。はい、それではですね、プロフィール帳を作っていこうみたいな。センター試験の五軍回答選択肢みたいになっとる。おもろ。難か、あれさ、そんな25までとかあったらさ、探すの時間かかってさ、逆にそっちに集中しちゃうよな。ねえ、マナのテストとか、A から Z から Z と R からまで全部あるみたいな。だからなんぼめっちゃ選択肢あるやつとかあった。アタクの実態調査し、25番かすかに好き。嫌やな、そんな1しか投げないでくださいよ。好きとかなら、好きな数字なら15。マナミのオーディション番号51の反対だから。お、素晴らしい理由。こういうことですよ。全部投げると手がつる。頑張ってください。ちょっと何が多いか気になりますね、皆さんも。では、プロフィール帳をそう、プロフィール帳なんですけど、iPad に書き込んでいこうと思ったんです。でもこの iPad なんか置いてきちゃって、学校に。奇跡の忘れ物してしまって、やから紙に書こうと思って、で選択肢は書いて、でもちょっと紙にあらかじめ書いたらちょっと字が汚すぎて見せれないので、ちゃんと書き込んだものを皆さんにツイッターであげます。だからとりあえず項目だけは決めます。あ、項目だけの回答は決めていきます。
西山がヘイヘイは、うん、黙ってたらピシンって言うてたやと言うてた、はて西山そんなこと言って、西山なんかハマってることにマナの名前が入っててんけど、なんとか回避したみたいな、その究極の二択をみたいに言ってた。おもろいですね。マナも好きなメンバー西山とか入れとこうかな。16日久しぶりに公演行けそう、わ待ってます。死体交代前夜公演にぜひ。はい、ではそんなおい、あの、はい、もう行きます。250個で手がつるなんて星投げしたことない人やなって。星投げってずっとこうやってるんですか。皆さんありがとうございます。風かい、なんやろな、夏風でもないよな。え、夏風ってどの基準なん。なんかね、でも元気なんで、あの鼻声なだけで、鼻声咳なだけでなんか気持ちは元気なんで、へへ。ナノミにハマる気持ちはわかる。マジマジありがとうございます。今日も発酵してるって。はい、なんか思った、今日なんか白よなでも理由はなんかメイク道具のパウダーをこう、あの、なんて言うんですか、ちょっとまあ難しいからまた言います、今度別にまた言うような内容でもないけど、え、シラスピザなんてマジ、あ、淡路島ってことじゃ、へえ、マナニヘカツか、ニヘカツガチ勢やん。あのシラスピザのシラスはあんまりちょっと確かにあの乗せまくりたい気分はわかるんですけど、ちょっと本当に集合体恐怖症になってしまうんじゃないかってぐらいあの多いので、あの適度に、適度な量をおすすめします。西山は4文字じゃないしな、全部投げた好きなメンバー西山書いてあげ て, って今日はまなみ見習って半日寝てた。おー、ナイスナイスナイス、充実してますね。相変わらず透明感えぐい、ありがとうございます。あ、今日長袖できました、もう寒くて、はい、もう秋です、強制的に秋です。先送りにした、いやもうなんかあの粉を中にパフみたいなのを入れて保管しとくんです、もう言います、コスメって。でもあのそのパフを抜いたままこうやって何蓋閉めて斜めに置いてたから、これ伝わってるかな、なんか、まあ、中の粉が全部出たんですよ。でその粉出すぎた量を顔につけてしまったことによって白くなりすぎた。いや難しい、もう伝われ伝わってしまえ今日はノースリーブ、え、寒くないですか、大丈夫ですか。じゃあ行きます。あ、ちょっと待って、パフは学校の音楽で、なんでそのパフじゃないんですよ、パフドードドードーシーソーやっけ、それではなくて、あのポンポンポンってする方。はい、では行きます。まず名前、誕生日、ツイッター、TikTok はまあその辺です。名前は二平まなみです、二平です。はい、誕生日は8月、確かに黙ってる方がいいかもって、ひど、もう喋らへんもん、ミュートにしてやる古川由紀のミュートめっちゃさ使いこなしてたくない、昨日配信見たんですけど。はい、誕生日は8月6日です、8月6日です。はい、で何やっけ、ツイッターは、まあツイッターは二平まなみで検索お願いします。アットマーク M まなみアンダーバー NMB なはずで、 TikTok も同じです、二平まなみでまなみアンダーバー NMB にしてるはずです。あ、似顔絵、似顔絵めっちゃ忘れてた、ちょっと似顔絵ちょっと後であの Twitter を楽しみに、まだ書いてないな。でもまだ、なんか最近上手いかもしれへんって気づいてきたから自分で、はいはい、なんか柄がペンライトカラーは、はい、ペンライトカラーは皆さん何色ですか。そうですよね、青と白ですね。
ちょマジで字がなちょっとやばくて見せられ。へいへい学びで検索でええのってちょっとそんなんで検索して、でも出てきはするんかな。でも今名前あのダンスの先生にも言っていいんか、あきら先生にもヘイヘイって言われました。びっくりじゃない？そんな呼び方する方なんって思う。キュウキの美女担当。いや違う、やめてください、やめてください。お青と白、青と白素晴らしい。どうです、青と白です。青な、はい、ペンライトカラーは青と白です。すごく爽やかなカラーでやらせてもらってます。好きな曲は、好きな曲はこの前の配信のなんかで発表したんですけど、僕だって、あこんなさポンポン発表したらあれか、まあいいか、ここまで。僕だって泣いちゃうよです。はい、見え推しになってから青と白が好きになりました。おほらやっぱ青と白ってよくない、なんかこの爽やかですみたいな、なんか青春ですみたいな、そういう色合いね。最近青白へのこだわりが増してきた。そう、皆さんファンの方とかさ、お話し会の画像を作ってくださる時とかみんな青と白とかそういう系統にしてくださってもすごくありがたいです。はい、ヘイヒーだって泣いちゃう時あるって。まだはあんま泣かないですね、涙が枯れていまして泣かないんです。はいはい、でこれが難しい。好きな四字熟語、好きな四字熟語ってむずない？好きな四字熟語でもみんなのを見るに結構ふざけているんです。だから好きな四字熟語は四字熟語とか、四字熟語っていう四字熟語が好きとかにするのはどうですか？喜怒哀楽、喜怒哀楽絶対良かった。がむしゃら。好きな四字熟語ってないよな。そう、別に四字熟語に対して好きっていう概念を抱いたことがないからな。あ、先に言われた。どれどれ。やばいって。やばいやばい。美白美女とか結構自分で言うの気まずい。天才の発想やんて。三色兼備、一石二鳥、焼き魚定食か、肉かと思った。もうどうしよう、どうしよっかな。世代交代、阪急電車、自宅待機。なんかコメント欄が四字熟語に溢れておもろい。GSGK って GSGK 出させてくださいって。一瞬ちょっとくしゃみ。はい、こんにちは。もう二平まなみでいいんじゃないですか。空前絶後、もう二平まなみにしてみる。なんかめっちゃナルシスト。まあいっか、宿題復興やります。宿題やってるんで。野菜大盛りは絶対違う、絶対違うよね。おそねおそうき、あ確かにそれいいね。おそねおそうき。ミュートのタイミング上手くなってる。そう、ミュート上手くなりました。古川由紀乃さんを参考に。見へん学びにしよっかな。そういや、夏ちゃんと夏休みの宿題終わった、終わりました、全部ちゃんと。素晴らしいやろ。ほんまにモバメで言ったんですけど、何やっけ、マジで意味わからんほどの量を1日で終わらして、なんか手ほんま腱鞘炎になるんじゃないかってぐらい書きました。はい、
ということで、好きな四字熟語は二平まなみにします。ね、二平まなみいい？四字熟語か二平まなみどっちがいいと思う？無言美人もう喋られへん。もう最終日に一夜漬け、そう一夜漬けします。テストも一夜漬けで受けます。四字熟語選ぶんやったら二平まなみちゃう？二平まなみ、二平ゆま、二平ゆまおかしい。あっても西まなみやしな、ないしな、そもそも危なはい、じゃあ二平まなみに、あ、投票したら、なるほどね。いやでも二平まなみにします。あ、石田ゆみゆみさん、ゆみさん好きなメンバーに入れたいよな。てかなんかおもろいな、すっごい量の数字がこう並んでる感じが。25までってあんま使わへんし、どんな、じゃあはい、もうはい、二平まなみにします。はい、で何やっけ、あ、そうや、好きなキャラクター、好きなキャラクターは、なんかまだいろいろ言ってんねんな、でもなんかコロコロ変わんねんな。これ投票結果ばらつくの楽しみって、いやマジでさ、あのこれで分かるような人間の心理が、1から25まで用意されたら人間は何を選ぶんかって、こう奇数を選ぶのか素数を選ぶのか、それとも最高と最小を選ぶのかっていうやつですねサンリオの出しとくね、サンリオな、なんかでも最近あのハンギョドンにハマってます。ハマってるほどじゃないかも。あ、ハンギョドンじゃーんって、あってなる感じ。あとなんやろな、サンリオ1の25が多い気がする。なるほど、やっぱ最初と最後って、でマナとかやったらこういう時に13とか押しちゃう。好きなキャラクター古川雪乃って、おかしい、あの人雪乃、古川雪乃はあの何やっけ、キャラクターじゃないですよなあ、どうしよう、キャラクターハンギョドン好きなの一緒やん。え、じゃあハンギョドンにしよう、もう一緒の人見つけたからハンギョドンで、なんかマネージャーさんに誕生日の時にハンギョドンのなんかポーチをもらいました。あげるって言われて、ありがとうございますって言ってもらって大切に使ってます。だからハンギョドンにしますじゃあ次はハマってること、ハマってることはアニメと深夜ゲームですよね。となんかあるかなあのたらこ唇かわいいなって、そうかわいい、あのサンリオの中でまだ、あ待って、あ頼むな、サンリオの中で少し浮いているビジュアルがまたいいですよねはい、じゃあなんやっけ、色白だからコギミョンかと思った。コギミョンってさあんま見たことないねんな。コギミョンってあれ、ふわふわな人、こういう感じの人、最近がコギミョンって書いてたよな多分、関やっけコギミョンはちょっと言いづらいからねコギミョン、じゃあハマってることはなんやろな、え、小麦粉、あれ小麦粉なんや、コギミュンって。そういう設定とか言っちゃダメですよね、コギミュンは小麦粉からできてるんですねコギミュン、小麦粉コギミュンみたいな崩してった感じ。北斗の拳知らんやん、え、まだ知らへんねん北斗の拳、聞いたことはあります西馬にもハマって、え、ハマってるものあえて西馬とかにしちゃう、こうお互いみたいな感じで。アニメ深夜ゲームこっそりめっちゃちっちゃく西馬って書いておきます。じゃあ羊ちゃうかった、あ、こんにちは、こんにちは西馬をあしらうこと最悪、めっちゃ印象最悪、
小麦粘土みたい小麦粘土みたい弥生ちゃんは、弥生さんも好きなメンバーのところに入れたいんですよ。ひまちゃんの圧激しくなるで、え、ほんまにもうバレへんぐらいの、こんなちっちゃく書いとこうかな。はい。ヒューマンと相思相愛は許せんって、相思相愛言えへんかと、まあ、許せんって。まあでも西山と深夜にゲームしてるからな、ごめんやけどみんな。はい、じゃあまずハマってることはまあまあまあ、後の二辺の目の気分でどうしよっかな。じゃあラストか。好きなメンバーさんは好きなメンバーさんは渚さん、弥生さん、ゆうみさん、マイティさん。聞き取れましたかマウントありがとうございます。マウント取ったなって。そう、まあ西山とゲームしてるからな、荒野とかでこうお互い戦いにおいてまあ助け合ってるからな間に合ったって、間に合ってよかった。こんにちは。弥生さんしか聞き取れへんかった。じゃあ行きますね。うわー、めっちゃ聞き取ってる方いるわ。めちゃめちゃ聞き取ってはる。渚さん、弥生さん、ゆうみさん、マイティさん。はい、じゃあマイティさんとな、前のライブの時にこうお写真を一緒に撮ることができて、でもそれはマイティさんのスマホだったので今度は二辺まなみのスマホで写真を撮ることを今回の周年の目標にします。はい、内股って聞こえたって、内股言うてへん、絶対ホノピーとか言ってへんから。でもホノピーおもろいから好き。俺は相手が西山なら許すでっておもろいな。あの同期はおらんの。え、ちょっと同期入れる、なんか同期を、じゃあまだの性格的に同期を入れてしまうとちょっとね、すいませんミュートをし、うまくなってきた。いつも姉さんいじりありがとうございます。あ、姉さんか、姉さんもツボやねんな。いやもうまだこの4名でいく。ちょっと多すぎたらちょっと TD って言われちゃうから。まだまだその4人をこよなく愛してますっていう。まだは投票結果が楽しみえ、じゃあ一回振り返りますね。はい、名前は二辺まなみ、誕生日は8月3日、 Twitter、TikTok は、はい、もう調べます後で。ペンライトカラーは青と白、好きな曲は僕だって泣いちゃうよ、好きな四字熟語は二辺まなみ、好きなキャラクターはハンギドン、ハマってることはアニメ、ゲーム、西馬、好きなメンバーさんは渚さん、弥生さん、ゆみさん、マイティさん。ほら4人もすでに多いからって。4人はまだギリじゃない、だって60何人もいるからまだギリ。ここで、あ、でもあやみがまだって書いてて、そう、あやみが二辺まなみって書いてたら、あやみやろ、あやみ好き、あみあや、いやでもあやみ入れようかな。あやみも入れますわ、これは絶対。あやみは好きなメンバーでした。あやみかわいい、ほんと。はい、え、待って、もう26分ぐらいですか。26分ぐらいやから、違う、まだ25分、26分かな。だから、まずは、ランキングを読みます。ランキング読む、ランキングを読んで投票結果、いや投票終了しないとランキング読めへん。じゃあいいや
じゃあランキング読みます。投票なのでランキング読まなくても、え、いいのこれって、なんか大丈夫ですか。ないよな、でもギフトはもうだって大丈夫かな、投票やから。あ、ランキングなし、 OKOKOK。 初心者なもんで、今日の男女は特殊だし。なるほどね。じゃあランキングを読みます。え、じゃあ投票終了していいですか。今日の男女は入ったもん順みたい。え、そうなんや。なるほどね。あんまや、あんまりいつもの投票の結果知りたいですね。 OK。 じゃあ投票を結果をいきます。あ、終了しました。うわうわ、人間の心理すぎるわ。あ、でも案外ばらつく。じゃあみんな押すからか、それは。あ、じゃあ一人一票これって。ほら1、25やって。1位は25番、2位は1番、5番、3番、2番、24番、15番、17番、18番、13番、14番、21番、27番、最下位は22番です。やっぱゾロ目ってあれなんかな、こう、あ、全部押せるよって。なるほどね。でも22番が少ないのはこれは真理やと思う。だってゾロ目って確かに押しにくくない。でも11番、ほら11番も低めやもん。なるほど、これは、今回出ました。え、これ閉じていいですか。二兵の2が4ない5位。はい、閉じました。これは今回分かったことは、人間はゾロ目を押さないことが分かりましたね。だって11番も少なかったから。24が6位、あ、2子やから24。え、あ、ほんまや。なるほどね。どうしても初めてからか、後ろから押しがちやから両者多くなる。確かに。みんな22ぐらいで疲れてんねや。22と11ぐらいで疲れるんか、こう逆から言っても。実験されてた。そう、これはもうマジで心理テストでした。今日の配信は皆さん知らないうちに診断されてました。ゾロ目、これから短パンでランニングしていきます。頑張ってください。短パン寒ないですか。まあでも走ってたら暑いか。人間心理、そう、人間心理でした。あ、待って、もう29分なんで、あの次の配信者を読みたいと思います。はい、宿題の自由研究やんか、論文書けるで。はい、皆さんぜひ宿題の自由研究があるよとか、あの卒業論文あるよって方はどうぞご利用ください。嫌やな、なんか引用二平まなみのショールームのリンク貼らないと。はい、それでは次の配信者はドルルルルルド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 ルダン、あやみちゃんです。あやみちゃんです。皆さんがお待ちかねの絹笠あやみちゃんです。え、あやみやんの、あやみ、はい、あやみなはずです。じゃあ、あやみやってたよな。あやみやってたくない？え？違う違う違う、一瞬待って一瞬待って、みんな待って。え、あやみやってたよな。え、じゃあなんか順番があれかも、交差してるんかもしれへん。あみたん、いや、あみたんでもなかった。あやみちゃんやってた、誰かと変わったんか。ちょっと待って、危な危な、嘘、あやみ2周目行くとこやった。じゃあ一回あの見てきます、あのどうなったか。だから見てきてまた報告します。だからツイッターを要チェック。バイバイ、そういうことでお願いします。またじゃあツイッター見てください。バイバイ。